汗かいちゃったぜ。お疲れ様、オーレン。うん。なんだよ、イージス。じっと俺のこと見ちゃってよ。男に見つめられる趣味はねえぞ。いや、お前の戦い方が気になっていてな。拳の扱い方も身のこなしも粗雑に見えて、実際は理にかなった動きをしている。自己流でいい加減にやっていては身につかない型のようなものを感じるのだが、気のせいか。へえ、なかなか鋭いじゃねえか。確かに俺の型は自己流じゃねえ。まだ若かった頃、師匠に教えてもらったもんだ。オーレンに師匠がいるの？つっても飲み屋でたまたま知り合ったただのおっさんだけどな。その人がなんか昔は結構すごい武道家だったらしくてよ、いろいろ世話してくれたってわけ。ちょうどこっちも裸一貫で城から飛び出した頃だったからな。生きる術ってやつが欲しかったし、渡りに船だったな、あれは。すごい武道家か、なんかかっこいいな。なんて人なの？名前？あー、なんだっけ、レグなんとかっていうおっさんだった気がするな。なぜ曖昧なんだ、自分の師匠だろ。いや、一応そうなんだけどさ、一緒にいた時間はそれほど長くないっていうか、実は基礎だけ教えてもらって逃げちゃったんだよね、俺。あまりの厳しさに耐えられなくなって。うわあ、ここでもダメさを発揮してるんだね。筋金入りのダメ人間だな。うっせ、むしろ基礎だけ覚えて、あとは日々の喧嘩でここまで腕を磨いた俺の才能を褒めろ。そうだな、才能はあったのだろう。そして死にも恵まれた。認めよう、オーレ、お前はいろいろなものに恵まれたダメ人間だ。結局ダメ人間なのかよ。